はにゃーん。鉄人28匹ギコと、またありしていってね、Cでーす。今回は安価で晩ご飯を作るというスレを紹介するよ。どんな夕飯ができるかわくてかだな。1はスレ民のえげつない安価にどう応えるのだろうか。それじゃあ安価で晩ご飯行ってみよい。これは2010年8月17日に立ったスレ。安価で晩ご飯作るよ。5、まずは料理名。基本、スーパーで売ってるものだけで頼むよ。ステーキ。ビッグマック2個。うなぎ。肉じゃが。おお、ベーシックだな。オッケー。材料。10、11、12。キクラゲ。ブルーチーズとか納豆とか天かす。おい、肉とじゃがいもはどこ行ったんだよ。追加安価。15、16、17。みょうが。牛乳。練乳。だから肉じゃがだって言ってんだろ。再追加。25、26、27。豚肉。マンゴー。最寄りのスーパーで売っている一番高級な豚肉。うなぎ。おい、5はうなぎだぞ。安価ならカルピス。ゼリ。勝手に安価したしてねえでうなぎ入れろ。あ、ほんとだ。どうすんだ。材料。ブルーチーズ、納豆、天かす、みょうが、練乳、牛乳、うなぎ、カルピス、ジャリ。作るもの、うなぎ。え?錬金術か。勝手に勘違いして勝手に混乱してるゆとりがいると聞いて。なんだ、ただのバカか。江戸時代には野菜や海藻を使ってうなぎもどきを作る店があった。レッツチャレンジ。とりあえず材料買ってくるが、ジャリはスーパーに売ってないだろ。ホームセンターだろ。第一食べれないので却下したいんですが。安価は絶対。似たようなもんだろ。ロシア怖え。だが断る。とりあえず27を改め45でお願いします。せ、液。砂。醤油。おいー。だから砂とか売ってないよね。スーパーに置いてないよね。スーパーにあるものだけで頼むって言ったよね俺。スーパー行く途中で拾え。清潔な砂なら食えるんじゃね。岩塩とかで許してやれば。45改め60でお願いします。スーパーだぞ。なメントス。うっこ。費用でもか。珍百景だかなんだかのテレビ番組で森久美子が砂利だか砂食ってたな。おい、俺スーパーでって言ったよね。怒ってるからね俺。最安価70。長谷園麻婆風かみ玉。アイスボックス。ドッグフード。マッコリ。マッコリって酒か。買い物メモ。これでうなぎを作りま。作ります。頑張り。良い隠し味だな。むしろうなぎが隠れちゃうだろこれ。ちょっと郵便の関係で買い物が17時以降になりそう。1時間どうすんだよ。安価。困ったな。安価するにしても材料これ以上増やしたくないぞ。デザート。デザートか。オッケー。安価93。牛肉 100g。ポテチ。ドビンムシ。おいー、デザートだっつってんだろー。ドビンムシとか器がねえよ。あ、あった。ドビンムシの中身が決まってないけん。ドビンムシって鶏肉と松茸と銀なんじゃねえの？松茸なんか買えないけどな。ここはビップだぜ。まともなドビンムシが食えるとでも。くそー、わかったよ。ドビンムシの内容。110、111、112。モスバーガー。神戸牛。マッコリ。では買い物に行ってくる。味付けに乳製品が多いな。というか、ある意味ドビンムシ材料、豪華やな。ドビンムシの安価に一人で突っ込み入れて隣の客に変な目で見られた位置です。モスがですね、近くになかったんですよ。通貨スーパーでって言っただろ。なのであと1品はコンビニで買えるものにして。安価130。唐揚げくん。とりあえず買ったもの。肉は神戸牛なかったから国産ランプステーキ用肉買った。あと、マッコリも。ドビンムシは神戸牛とマッコリと唐揚げくんか。なんとかなるな。あと、天かすが売ってなかった。惣菜屋に置いてあると思ったんだがなかったので仕方なくかき揚げで代用。野菜がほとんどねえ。野菜食えてー。とりあえず唐揚げくん買ってくるわ。唐揚げ棒になっちゃったが気にしない。うなぎの調理はどのように？今悩んでるんですよ。通貨みんな別々で食いたいわ。まず納得を混ぜます。牛乳を鍋に入れ火にかけます。
インします。料理方法は安価じゃねえの？ここから安価とか悪い予感しかしないんだが。だよな、わかるよその気持ち。でもここはVIPだぜー。まさか普通に実況とかねえよな。じゃ、続きをどうするか160。まともにお願いします。マッコリでフランベ。直飲み。肉を少し焼いてから10日。おいー、高いんだぞこれー。それうまそうじゃん。そう。あー、もったいねえ。吹っ切れたわ。次171、175。いい話だな。味噌あるよな。その中に味噌入れて味を整える。あとは煮込む。カルピス入れて煮詰める。オーフ。意外とオシャレやん。こにしか見えねえ。カルピスとかマジ勘弁。さっきから匂いがひどいんだが。次195。うなぎをフライ。片栗粉投入。唐揚げ投入。鍋の中身を布でこしてスープ飲みにする。一応肉は保存。ちょ。わろた。おい、すごいグロい。おいどうすんだこれ、ねえちょっと。次安価は？そう、210。布に残ったのを皿に盛る。残った肉を揚げる。唐揚げも二度揚げ。肉を酒に漬け込む。豪華。ハーブでも乗せれば高級な感じになりそうだ。あと、こしたものが納豆の菌糸と牛乳のカルシウムとカルピスの乳酸菌でフルーチェみたいになった。耐えきれず捨てたがこした汁がある。大丈夫か、それ。よし、一品完成。これで完成なのかよ。おどや。クソが。じゃあ2品メイクは225。チーズを焼きます。単品で焼くのか。オッケー。ブルーチーズがより一層げ、いやなんでもない。これつまみに酒飲むだけでもいいんだけど俺。ここまででできたもの。マッコリ漬けの臭い肉。臭いだし。焼きブルーチーズ。次行こうか、240。誰でもいいとにかく美味しいものを頼む。頼む。唐揚げ棒に練乳ぶっかける。おいー。嫌すぎる。あー、ご近所の皆さん異臭の原因は俺です。通報しないでください。お願いします。うなぎと土瓶蒸しを作る予定だったのにどうしてこうなった。次250。全部まとめて汁と練乳と牛乳で煮込む。ちょ、マジで勘弁しろし。俺の晩ご飯。なんかもうダダグサな感じになってきたからここからは俺が作ってもいいですか。もう手遅れだろ。うなぎだけでも助けてやってくれ。オッケー、じゃあなんとかする。まずぶっかけ棒に味噌を塗りチーズと焼きます。え？臭い肉を牛乳とバジル、クレイジーソルト、コンソメ、ブルーチーズで煮ます。まっこり飲んで落ち着けって。頑張れって。諦めたら晩飯終了だぞ。うなぎをどうにかしようぜ。みょうがを刻み、臭い出汁とコンソメで煮ます。安価で指示がなくても方向性が変わったように見えないのはなぜだろう。かき揚げを切って煮ます。それにうなぎと刻んだみょうがを入れて麺つゆで味付けて卵で閉じたらうまそうだぞ。またこの子は食べ物で遊んで。負けない。冷凍ご飯を解凍。バターソテーして器に盛る。これが俺の限界っす。肉うめえ。腐ってもステーキ用肉だわ。食ってんのか。うなぎは普通にうめえ。吸い物もまあ食えるレベル。だかぶっかけ棒、おめえはダメだ。ぶっかけ棒無念。ぶっかけ棒はね、なんかもうね甘いの。で辛いの。あと臭いの。まっこり飲むよ。汁はどんな感じ？汁は緑のタヌキの残り汁に似てるぞ。ふぅ。お疲れ。ぶっかけは。明日の朝にでもするか。うん。今回は安価で晩ご飯を作るスレを紹介したけどどうだった？かなりきつめの安価が続いちゃって、高級食材が残念な調理法になったな。それでも忠実に安価を実行する位置は男でした。VIP 魂を感じるスレでしたね。皆さんの感想も聞きたいのでぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは2チャンネルの面白いスレを紹介する動画を投稿しています。動画が面白いと思ったらチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。